ヒデマンも体調悪いって言ってた？ん？どうなんだ？私昨日会ってないんだよ。ずーっとこもってたっていうか、今日のさ、料理配信のね、食材を買いに行ったらいきなり具合悪くなっちゃって、スーパーで。もう寒気が半端なくて、もう節々も痛くなっちゃった、うわーってこれなっちゃったかなとか思ってね。それやばいって、帰んなきゃやばいわっつって。それ帰ってきて、もうずーっと部屋にこもってさ、ずーっと寝てたんで、熱はね、でもそんな出てないんだよね。8度ぐらい、マックス。40度とか出るとか言うじゃん。熱はね、全然出ない。でも、だるいのはめっちゃある。あと、頭痛いのと、あと、寒気が半端ない。もう、鳥肌がすっごいずーっと立ってるみたいな。寒い寒い寒いみたいな。うん。ただまあ、あんなね、同じ部屋にいたら映るわな、そらな。ああ、でもちょっとあるね。ちょっと微熱？まあ、私は37度出ると結構ね、熱って感じだけど。うん。あるね、ちょっとね。いや、寒いのよ、すっごい寒いの。もう鳥肌半端なくて。もうずーっと寒いみたいな、もう、ずーっと鳥肌。ブツ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 って、寒い寒い寒いみたいな。いや、エアコンはつけてないね。寝るときはつけてるけど、なんかこの配信中はね、つけないんですよ、私。朝は。あ、寒気と熱が出てきたって3時間前に。じゃあ今日ママと一緒に病院行こっかな。寒気と熱が出てきたって。3時間前にツイートしてんね。まあ順番的に考えるとそうかね。まあ多分インフル A 型だよ。いた、頭もう。咳するとめっちゃ頭痛い。何これって感じ。ありがとう。ひどんなちゃんも熱あんの？うわぁ。まあそうだろうね。時系列的にそうだもんね。2日、インフルってなんか2日ぐらい、2日ぐらい潜伏期間があるんだって。ねえ。で、うちに、で、まさやんが泊まった時に、で、前乗りした時にもう具合悪かったか、まあ2日といえばそうだよね。ねえ。土曜の夜から考えると、まあ私たちが映ってたら、その辺に出るって感じだよね。でもさ、感覚的にはさ、なんかコロナに似てるんだよね。前回になったコロナにすごいよく似てて、まあ熱が出てないんだけで、なんか似てるんだよね。最初にコロナじゃないのかなとか思ったんだけど、まあ、マサヤがインフルだからインフルだと思うんだけどね。なんとなくね、症状的に、前回のやつにすごい似てんだみたいな。そんな熱で泣くみたいな。いや、人生初だよ。インフルエンザ私なったことないんで、今まで。人生初インフルエンザ。これでインフルだったらね。いや、今までがラッキーだったのかもしんないけどね。あんまり人と関わったりとかしないかな。まあ、なったな、初めてなのかな、みたいなさ。まあね、スキーの企画だったけど、結局ね、なんかいろいろあって、スキー滑れないで帰ってきましたけど、まあ、しゃあないわな。ね、具合が悪い人がいてさ、ね、結局、スキーを見たいっていう人は結構多かったんだけど、ね、せっかく行ったりなんでやんないんだとか言ってる人もね。まあ、あの判断は間違ってはなかったよね。帰ってきたっていうのは。結局ね、あのまんまスキー滑ってさ、帰ってきたらもう深夜とかで、多分マサヤンとか死んじゃうと思うんだよね。ねまあリベンジっていうかね、次回、そういうのまたさ、企画立ててやろっかっていう話はしてたけど、寒い。寒い。寒い寒い。ああ、寒い。寒い。めっちゃ寒い。
今なんか同時にインフルエンザとコロナ同時にかかるみたいよ。それもよくわけわかんないんだけど、普通は一個だけかかるんじゃねえのと思ってたんだけど、病院、まさに病院連れてった時に両方の検査をしたんだよ。まず最初にコロナの検査をして、それコロナじゃなかったら普通にそのまま病院の中入れたんだよね。それで、病院の中でインフルエンザの検査して、みたいな。ええー、みたいな。それが、5類とかの違いなのかな、とか思ってさ。だから5月からまあ、普通に病院の中でできるようになるってことでしょ？コロナも。今まではね、隔離っていうかさ、駐車場とかでね、検査したりとかしてたけど、5月以降は普通に病院の中で検査したりとかね、診察できんじゃない？ホテルには連絡した？なんでする必要があんの？だってコロナじゃないやん。ていうかそういうのを連絡する義務なんてないよね、別にね。じゃない？あるのかな？ないよね、別に。ねえ。なんかちょっとね、おかしい人がいるんだよね、未だにそのさ。ねえ、テロじゃないでしょ、だって。そんなさ、旅行に行ってね、具合悪くなることなんてあるじゃん。普通に考えて。ねえ、それでわざわざね、なんか報告したりとか、そういうことってするのかな、みたいな。ちょっとおかしいよね、それね。過剰に反応しすぎだと思うんだけど。しないよね。だってコロナじゃないんだから別に良くないんだって。インフルエンザってさ、5類でしょ。ね、コロナも5月にね、5類になるし、みたいな。ね、なんか、そういうのも知らない人がいるのかな、みたいなさ。マジ迷惑。だって病気になることなんてあるじゃん。例えば会社行ってさ、仕事中にいきなり具合悪くなって帰ることなんてあるじゃん。そんないつ具合悪くなるのかわかんないじゃん。だってさ。痛い、頭。痛い。それでなんか自転車とか、話聞いてる？聞いてないよね。全然聞いてない。本当に。いや、急に来るよねっていう話をしてんだよ。で、急激に体調が悪くなるんだよ。多分インフルエンザってそうなんじゃないの。だから今日は、ひでママも体調悪いみたいなのが一緒に病院行くしかないね。多分ひでママもインフルだよ。私も。だから検査して薬をもらった方がいいよね。ただ、ひでママがね、どうするかでね、今日帰る予定だったんだけど、そのまま帰るのか、それとも延期にすんのかって。どうなんだろうね。タミフルとリレンザ？なんか、マサヤは吸引、なんか、お粉みたいの吸ってたよ。なんだっけ、リレンザじゃなくて、なんか、スーってさ、吸うやつ、吸引、イナビルってやつ？なんかそういう熱が出て48時間だったらそれが有効的みたいな。それ以降は効かなくなるみたいなさ。だから私は今日行ってそれ吸ってくれば体調良くなんじゃないかな。いや、だるいよー。もう。だるいよー。こういう時にさ、ケンジ君言ってくるんだよな。ケンジ君も心配してね、LINE とかさ、送ってくれたけど、会いたくなっちゃったよね。なんか。いや、ひでママとかもね、私、だるかったかな。うつしちゃまずいなと思って、ずっとこもってってね、昨日とか一言も喋ってないんだよ。一回も会ってない。顔も見てないし、一言も喋ってないみたいな。でも、なっちゃったんだね。食欲はね、昨日だからスーパーで、親子丼を買ってきたんだけど、半分しか食べれなかったんで、こんなちっちゃいやつ。親子丼の弁当買ってきて、あとサラダ買ってきたんだけど、結局半分ぐらいしか食べれなくて、今冷蔵庫にあんだけどね。半分しか食べれなかった。それ以外食べてないね、昨日ね。寒い。いや、半端ないよ、鳥穴ごらん。見てごらん。うわーって。でもね、40度とか出ないんだよね。そうさ、インフルエンザ出ない人もいるの？いる？
なんか40度ぐらい出るイメージだけど、インフルエンザって、いろんな人の話。あ、寒い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 。寒い。うん、ちょっと暖房つけようかな、やっぱり。かな、マックス。あ、寒い寒い。やばい。やばい。寒い。寒い、プルプルしちゃう。いや、でも初めてだからさ、びっくりしちゃったよね。こんなきついんだ、みたいな。熱は出てないのになんでこんなだるいんだろう、みたいなさ、もう全体、体の節々が痛いし、なんかだるいし、みたいな。腰とかも痛いし、みたいな。で、頭もすんごい頭痛すごいし、みたいな。タンもいっぱい出るし、みたいな。吐き気はね、あったね。ちょっと吐き気あったね。昨日 OS1 を一気飲みしたらなんかちょっとウェってなったけどね。いや、美味しく感じんのよ。なんか体調悪い時の OS1 マジでうめえんだよ。普段はまずいんだけど、あれね、普通の状態だと。すんごい美味しく感じんの、あの点滴みたいな。マジ。マジうまいって感じ。でもさ、うん、インフルとコロナ一緒に流行ってるっていうかさ、ワンチャンコロナっぽいよね、これね。それもありえない？だってインフルとコロナ、コロフルだっけ？ワンチャンコロナになってる可能性もなき知りあらずじゃん。いや、嬉しいとかじゃないの。どっちも嫌だけどね、外出れなくなっちゃうから。いや、嫌だよ、本当に。いや、動物病院にかかるわけじゃないからね。みんな本当に心配してんの、私のこと。いや、普通にね、こうやってね、喋ってるだけでもきついんすよ、ぶっちゃけな。あなたたちは遊んでますけど、そうやって。人のね、病気を使ってさ、そうやってね、わちゃわちゃ遊んでさ。ねえ、なんか心配のかけらもないのかな、みたいな。タバコはめっちゃまずいんだよ。化学物質みたいな。いや、ひどんなちゃんは何、熱出てんの？ひーちゃんは。ひどんなちゃんも具合悪そうだった。まあ、まさやんと一緒に行ったのは私とひどんなちゃんだからね、お部屋で。37.6？ まあ、映ってても、まあ、しょうがないよね。だってお部屋で、一緒の部屋で寝てたんだからさ。今日病院行くって言ってた？損した方がいいと思う。夜37度だったんだ。ああ、じゃあもうかかってんね。確定ですね。ひーちゃんも。インフル A 型です、みんな。だって病気なんていつなったってしゃあないじゃなってん。特にインフルエンザなんてみんな一度は なってんじゃないの？ねえ。じゃないの？インフルなんてみんなかかってんで、私は初めてでインフルエンザって。人生初。みんなはなったことあるんじゃないの？っていう話よ。ねえ。今までかかんなかったのも不思議だったよね。なんでかかんなかったんだろう、私。で、だって、1年間で1000万人はかかるみたいだよ。調べたな。あの、インフルエンザって。国民の10人に1人がかかんだって、毎年毎年ね。料理配信は明日でもいいんじゃない？ちょっとね、なんか。マックなんていつでも作れるし。病院、耳鼻科？インフルって何なの？でもさ、一緒に旅行に行った人が、ねえ、インフルの A 型だったって言えばさ、検査すぐやってくれんじゃないかな。ねえ、コロナとかやんないね、インフルをすぐやってくれんじゃない？普通はなんか2つやるみたいだけどね。いや結構ね、マサヤンがやった看護師さんもね、ド S みたいな感じだったよ。ほんなんさ、ね、あんた、子供じゃないんだかなとか言ってさ、無理やりぐ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 りやってさ、ちょっと動くんじゃねえよ。動くんじゃないわよとか言って、パチンとか言ってさ、結構すごかったんだよね。病院の人ね。それでなんか、急にさ、看護師さんみたいなのが走ってきて、あんたたち動画撮ってんじゃないのみたいな。そんなんね、あの、あげたらただじゃ置かないよ、みたいなさ、すごい怖い人が出てきて、え、何この人みたいな。いや、怖かったよ、看護師さん。嘘なんかついてないよ。ひどんなちゃんも言ってたでしょ、それ。いや、それはもう配信外だからさ、病院の敷地内では配信できないから、
右乳くんは動画を撮ってたんだよ。だから多分もう先に通報ね、あの通報が入ったんだと思うんだよ。びっくりしてん。ねえ、いい加減してんだ。アップなんかすんじゃねえよ、みたいなさ。そんな言い方だったよ。ねえ、ただじゃ置かないわよ、みたいなさ。すんげえ怖い、みたいな。で、だからその動画はね、なんか削除したみたいだけど、みーちくんが撮ってたやつね。いや、だって別に看護師なんか撮ってないもんで、まさやんの顔を撮ってただけで、目の前でやってたのにね、急に顔色変わって、あの、走ってきてさ、どんなられたんですが。いや、タバコもまじんだよ、これ。なんか化学物質みたいな味して。もうマジでね、タバコまずい。これで、ね、やめれるかなって毎回思うんだけどさ、具合悪い時にね、やめられないんだよね。やっぱ吸っちゃうんだよね、みたいなさ。そう。いや、でも吸いた、具合悪くても私タバコ吸うんだよ、いつも。毎回吸うの。コロナの時もタバコ吸ってたからね、普通に。みんなダメだダメだ言ってたけどさ。ね、気管支になんちゃらっつってさ。普通にタバコ吸ってたからね。ママも体調悪い？何？ああ、じゃあ病院行こう、今日一緒に。うん。ちょっと熱測らって。あ、これね。私はね、熱はそんな出てないんだけど、すっげえだろ。寒気がね、夜からしてね。私も寒気すごい。うん、寒い、寒気が半端ない、やば、寒い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 、はあ、寒い。ナナちゃんのケンジになりたいです。ケンジよりだって、どういうこと？ケンジくんになりたいってこと？うん、どういうことこれ、ガチ恋なのこれ。ヒールロワイヤル、生チョコレートだって。生チョコ、しかもなんか開けてない？大丈夫？なんか怖いんだけど。開いてんだけど、箱が。え？何？どういうこと？食べたやつってこと？食べてるやつを、ごめんなさい、ちょっと捨てさせていただきます、怖いかな。で、ちょっと食べかけは怖いんで、さすがにね。ごめんね。何これ、貝殻みたいのが入ってる中、何これ、ちょっと怖いんだけど。何？貝殻みたいな。海から拾ってきたのかな。あと何これ、なんかナッツみたいの、ナッツみたいのと、なんかよくわかんないやつ、なんだろうこれ、コーヒーかな。ありがとうございます。ちょっとね、この貝殻はいらないんでね、捨てさせてもらいますね。いろいろと捨てるものがあるけど、まあ、これはね、ちょっとね、いただいといて、みたいな。ちょっとね、ちょっと怖いよね。ちょっと言い方悪いけど、申し訳ないですけど、食べかけはちょっと食べれないかなって。で、箱が開いてて、ね、半分以上食べてるやつをちょっと私はね、いただけないかなと。新品だったらね、まだいいんだけど、うん。もうやだー、もうこのさー、やっぱ健康が一番だよね。ね。もう健康が何よりよ。逆にこれ危ないんじゃないの？ 36.1。低すぎだろ、これ。いや、低いだろ。いや、健康一だよ、このさ、なんかもう体調悪い時ってさ、なんか弱気になっちゃうっていうか、甘えん坊さんになっちゃうんだよな、私ね。しかもなんかちょっとエッチな気分になるっていうか、ちょっと変態になるんだよ。うん、すごいね。なんかエッチしたくなっちゃうの？あの、風邪の時とか。なぜわかんない。ムラムラすんの。どこで映ったの？もうマサやんだろ、もう明らかに。マサフルだ。マサフル。病院行くんだから着替えろと？
動きたくない今。動けない。動きたくない。いや、動きたくないよ。病院で行かないでインフルっていうのに、もうこれ 90% インフルですね、これ。もう明らかに。なんか初めてのインフル。もう 90% で確定だよ、これ。99% ぐらいインフルっすよ。で、朝マックはね、ちょっとね、今日ね、作れないですね。作ろうかなーと思ってたんだけど、ひでまも体調悪くなっちゃったんで、病院を優先させていただきますね、今日は。まあ、私一人具合悪いんだったらいいんだけど、ひでままもだって悪化する可能性があるんでね、早めに連れてってあげた方がいいよね。受付時間は病院によるでしょ。だから30分ぐらいね。変な声やめろって何が。やだもん。ちょっと、いたわって、もうちょっと私も。ね、もうちょっといたわってよ、病人なんだかな。みんなインフルエンザになったことないの辛いだろ、インフル。なったことあるでしょ、ここにいる人たち。一回はなったことあるの。結構辛いよね、これね。ないっていう人の方が多いの？一度も？辛いよ、これ。痛いし。たださ、なんか免疫力を上げた方がいいね。運動とかね。食生活も。もうこんな病気にバンバンかかってちゃさ、年明けからね、2回目だからコロナとインフル。ちょっとね、自分自身の体を、もうちょっと鍛えないとさ、そうだよね。わかんない。検査してみなきゃわかんないから、病院で検査しますよ。それで判明するんじゃないの？何かは。じゃないの？結局。検査すりゃいいんだろ？ね。温暖さアレルギー。だからインフルだっつってんじゃん、しつこいな。もう明らかにインフルだの、これ。マサヤンがインフルで、ね、同じ空間にいたんだが、インフルの可能性が 99.9% よ。いや、マウントを取ってるわけじゃない。初めてで、だから今までになったことないから、私。予防接種もしたことないよ。これね、インフル出たら初インフルだよ。今までなったことないんだ。自己判断はやめろって、だから病院行くって言ってんじゃん、しつこいな、もう、ガチャガチャーン。もうやめて、もう。働きたくなる、本当に。病院行くからいいじゃん、もう。行くって言ってんじゃん、今回は。いつも行かないけどね、病院嫌いだから。病院行かないんだったら、治せんだったら行かないで治したいけど、ひでママ動画もいるし、みたいな。あ、ゆうちゃんありがとう。なんで行くの今回は。インフルエンザでかかったことないからだよ。で、初めての出来事だから行くの、病院にね。どんぐらい悪化するのかわかんねんねん。初めてなんだから。たださ、昔、小学校の時に流行ったことあったんだよ。学級閉鎖とか結構2回ぐらいあって、その時も私なんなかったんだけどね。そう、学級閉鎖になったりとか、そのクラスだけね。キーズキンズキンする。ごめんなさいね、月曜日から。元気の姿を見せれなくて。月曜日はね、いつも元気なんだけど、ちょっと今週はね、今週はちょっとダメかな、みたいなさ。水はいっぱい飲んでるって、もう、おせっかいおばあちゃんみたいのいっぱいいるんだけど。寒い。寒い。ああ、寒い。寒い。ふわーって来るよね。ふわーって。ふわーって来るんだよ。なんか、ブル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 って組んで、すっごい何回も何回も。すごいよ、もう、鳥肌。もう、ブルブルブルって感じで。でも、熱は出ないんでね、不思議よね。
熱はない。オッケー。車の中だって。車の中で検査するって。前に行ったことあるとこなんだけど、検査、車の中で検査しますだって。二人とも。スネ夫風に行ってって何？ママ。わかんないよ。何をやらせんだよ本当に。診察番号があるからさ。寒い。寒い寒い寒い。寒い。寒い寒い。ダウン症って何？じゃ演技じゃないかんだ。検査して分かることなんて絶対インフルですよ。これでインフルが出なかったらおかしな話何なのって感じるね。プラシーボ効果でいつもね。ちゃんと検査して結果を出すんでね。ツイートしますんで。ね、それで安心するでしょ、みんなインフルだったね、みたいなさ。ね、思い込みじゃないよ。思い込みの場合もあるかもしんないけどね、今回ね。いつも毎回ね、思い込みで熱が出るから、私。寒い。うわ。寒い、寒い、寒い。挿入は好き。いや、痛いね、あれ、ぐりぐり、本当に。頭突き抜けるかと思うよね、あれね。なんであれ、綿棒、もう内側でいいじゃん、みたいな。なんであんな奥まで入れんのよ、って感じ。いや、私ね、まさやんとチューしちゃったんだよね。多分、それで映ったと思うんだよ。めちゃくちゃ熱出てる時にね、チューってしちゃったんだよね。口、マウス、トゥーマウスで。なんか、弱ってる男って可愛いじゃん。なんか可愛いなと思ってさ、衝動的にチューってしちゃったんだよ。だあれチューしてなきゃ映ってなかったよ。あ、寒い。寒い。これ熱出てきたんじゃないのこれ。ちょっと、この寒さやばいな。37.2 お口で朝マックはちょっと申し訳ないですけど明日にします。明日やるんでね。多分今日病院行けば良くなるんでしょうね。特効薬みたいに使ってくれると思うんでね。でしょ、明日ぐらいもう回復してると思うんだよ多分ね。その吸引するやつとかさね。うん、ママどうすんの？私？うん。一応見てもらってもいいよ。うん。だ保険証もあるし、お薬手帳もあるし。保険証持ってく？うん、持ってく。ママ持ってって。いやーねーもう。いやーねーもう。毎回ね。毎回ね。ね、みんな行ってくるね。行ってくるね。また後でちょっとツイートしときます。結果は。また明日。ごめんなさいね。今日で短くて。短いね、短い。